お能では、一巡りルッと回ると変身する。でいつの時代のどんな人に変身したのか、私は自信のある自分に変身しました。私は今までこのような華やかな舞台とは無縁の世界で生きてきました。このミス日本コンテストのファイナリストに選ばれるまで勉強と研究しかしてこなくて、下ばかりを見て歩いている毎日でした。ファイナリストに選ばれてからも自分のような人がこのような華やかな舞台に立ってもいいのかとずっと疑問に思ってきました。ですがこれからは自分に自信を持って前を向いて歩いていきたいと思います。以上です。ありがとうございます。エントリーナンバー6番、岡部奈々子です。私は高校生の時、ショウジョウバエの幼虫、つまりウジ虫の研究をしていました。ウジ虫というと少し嫌なイメージを持たれる方がいるかもしれませんが、実際顕微鏡で観察すると半透明な体がキラキラと輝いていてとっても美しいんです。私はこの研究成果が認められ日本代表として世界大会に出場しました。しかし世界で私の研究は全く通用しませんでした。他の海外の学生と比べて私の研究内容はあまりにも拙く、自分の研究を魅力的にプレゼンする力も持ち合わせていませんでした。そこで今回、将来研究するために必要な幅広い教養、そして自分の研究を魅力的にアピールするプレゼン力を身につけたいと思い、ミス日本コンテストに出場しました。今の私は研究者として非常に未熟で、まだ世界で戦うことはできません。ですが将来必ず現在の医療の発展に貢献できる研究をします。ありがとうございます。あなたのセクハラ対策、例えば、男性との会食には漏れなくお母様がついてくるとか、そういったセクハラ対策をお聞かせいただきたいと思います。6番、岡部奈々子です。私は将来研究者になります。研究者という仕事は男性社会です。で、男性が多いためセクハラということもあるかもしれません。なので私はセクハラを受けそうになったらその方から引こうと思います。できるだけ関わらないようにしていこうと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。2018準ミス日本は、エントリーナンバー11番、下野梨沙さんです。おめでとうございます。プレゼンターは一般社団法人ミス日本協会会長和田香織です。大阪小松菜というのを生産している農家のお嬢さんだそうです。2018ミス日本、ミス着物は、エントリーナンバー6番、岡部奈々子さんです。おめでとうございます。プレゼンターは一般社団法人ミス日本協会。はい、着きました。それでは正面を向きください。おめでとうございます。2018ミス日本海の日は、エントリーナンバー10番、山田レミさんです。
おめでとうございます。2018ミス日本緑の女神は、エントリーナンバー14番竹川千世さんです。おめでとうございます。こういう賞となりましたね。はい、はい、素敵な笑顔を見せください。ありがとうございました。2018ミス日本水の天使は、エントリーナンバー2番浦底梨沙さんです。おめでとうございます。正面をお向きいただいて素敵な笑顔をお見せください。ありがとうございました。エントリーナンバー4番市橋のりえさんに決まりました。おめでとうございます。それでは正面を向いてください。新旧グランプリ揃い踏みです。まだ夢の中にいるようで実感が湧きません。本当にこのような素晴らしい賞をいただけて本当に光栄です。ありがとうございます。平成の年最後のミス日本グランプリとして1年間日本のために、またこのミス日本の発展に寄与していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今の嬉しさというのは一番最初に誰にお伝えします？この会場にいる母とおば、あと学生時代にお世話になったアルバイト先の上司と仲のいいお客様が見に来ていらっしゃってます。本当にいつも応援ありがとうございました。ありがとうございます。12年間のダンスの成果出てましたか？はい、これまで積み重ねてきたことが今日自信と誇りを持ってこの舞台に立つことができたと、そう思います。もっともっとステージの上で輝ける、そんな自分になりたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。このミス日本は私の原点であり、いつも大切な何かを思い出させてくれる、そう信じています。この26年前のこの場所では私は本当に緊張しまして、今ちょうど舞台裏でこの発表を待つミスの方々にお会いして少しお話ししたんですけれども、皆さんとってもリラックスされてて、私は26年前は本当に緊張してたのよって、今の皆さんどうって言ったら、全然出し切りましたから素敵だなと思いました。26年経ってミス日本のね、あの皆様、日本女性はますますたくましく強くなっているなと感じましたが、思い出としましては、私はちょうどプレタポルテの審査というのがございまして、特技披露ということがございました。特技でも何でもなかったんですが、私はダイアナ・ロスの If We Hold On Together という歌を歌いました。今それを思い出して楽屋の方で歌っていたんですが、まあ、とても難しくて、よく私はこの歌をこんな素晴らしい皆さんの前で歌ったもんだなと思いました。でも思い出したんです、私がなぜその曲を選んだか。 If we hold on together、 みんな手を取り合えば、歌詞の内容は、諦めることは何もない。人生の中で何かくじけそうなことが起こったとしても、それでもあなたは諦めることはしないでね。
この人生を放り出すことはしないでね。一つ一つ苦難を乗り越えて努力しすればきっと夢は叶うのよ。こういった日本語の歌詞でした。私はそれを26年前にここで歌ったんだなと思い出しました。